企業は今、未来を見据え ESG を経営戦略とし、変わり始めている。 ESG、 この言葉が知られるようになったのは2006年のことだ。当時の国連事務総長であるアナン氏が、機関投資家の投資の意思決定プロセスにおいて ESG の観点を組み入れるべきだと責任投資原則を提唱。貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、社会の平和、経済の基盤が揺らぐと企業は成長の機会を失いかねない。 ESG への適切な対応がリスクを回避し、収益機会を拡大させ、企業の長期的な企業価値の向上につながる。目先の利益だけを追求することが必ずしも真の利益にならないことに投資家は気づき出した。さまざまな危機を経て投資に対する考え方は進歩している。経営の力の持続性や変化に着目し、持続的な利益成長ができる企業に投資することこそが真の投資。欧米ではこうした考え方がすでに主流となっており、世界にも浸透し始めている。 ESG への取り組み、課題を投資の分析と意思決定のプロセスに組み込む手法が今後世界の金融や資本市場を大きく変える潮流となるだろう。そしてその波は日本でも。私たちの年金を担う世界最大級の機関投資家である GPIF は、2017年に ESG の要素を考慮した1兆円規模の投資を開始。日本企業をめぐる ESG 評価の高まりによる長期的な収益向上を狙う。持続可能な社会の実現に向け、日本企業の活躍の場は広がるだろう。 ESG 投資は日本株投資のスタンダードへ。